パジャマちゃんすっぴんです。僕はウーバーしたよ。ウーバーした。あら。すごい嬉しい、いっぱいなんかギフト来てる、ありがとう。キャプテンアクアさん、かっちゃん、なーはんさん、ルビチゴちゃん、ありがとう。普通にどこにしたんだろう。18歳に見える嘘。今日は見て、チェキ、これなんかこれ欲しい人届けるね、このチェキ。これはなんかなんかのやつで、あの2枚多く取ったんだけど、そう2枚多く取って現像してもらって、なんかサインを書いて、抽選のなんかあったんだけど1個余った。めっちゃ青白いくない、これすごい。これからこの紙見るとやばいね何のやつだろうこれ。でももう終わってんじゃないかな、結構1ヶ月くらい前の。戻った、大丈夫かな。そう、そう。
そう、甲府で10月22日に公開です。なんか多分私なんか記者会見みたいなあるじゃん、映画のやつ出ると思う。映画のムービー見た、さっき見た。すごい普通になんか映っててびっくりした。私芸能人してるなんて思った。そう、9月の中旬になんか多分あると思うんだよねみたいに言われて、山梨で記者会見みたいな。山梨だから多分出ると思うんだけど、なんか何も来てなくて情報が遅いんですよね、ちょっとウルトラの方は。試写会？試写会ってなんだっけ？うわ、間違えた。もういいか。今ね、事務所に送んなきゃいけない資料があって、試写会は交換前に招待客を改めて上映する。揺れてる？なんか今ここのニキビが気になっちゃってね。昨日ショールームしたっけ？なんかいつショールームしたのか分かんなくなっちゃった。
ましたよ。あ、そうだ、秋っぽい服着てたわ。そうね、そういえば着てました、着てましたわ。明日からお話し会の再販始まる。お、え、なんかさ、切手がないんだけどさ、送れるかな事務所に。え、なんかさ、どうやって送んの荷物って。え、コンビニだとできないのかな。コンビニでも出せるかな。切手ってコンビニにあるの。え、でも自腹でさ、事務所に資料を渡すってこと？このくらいのサイズです、住所に。このくらいのサイズ。UberEats で切符届けてくれないかな。そしてそのまま帰りにポストに入れといてくださいって言って。待って、ガチで教えて。わかんない。郵便行かないと無理。マジで言ってる。郵便局どこにあるかわかんないわ。郵便局じゃなきゃできないかな。速達で出さなきゃダメかじゃ。私なんかすごい世間知らずみたいな人で嫌なんだけど。じゃ、ちゃんとあのコンビニ、あの、いつもあの事務所の人が、マネージャーさんとかがなんかこの封筒で送ればなんか普通にお金かかんないみたいなやつなんだけど、どう？今回はなんかあの普通に仕事があると思ったから、そのままいつも仕事の時出すやつなんだけど、なかったからちょっと期限まで仕事事務所に行くことがなかったから、勉強だからやってみて。
私子供だ、皆さんの子供だ。パパありがとうパパありがとうや。初めての明日は早起きするから、もう速達で11日までに出すんだけど、都内だから大丈夫だよね。私たちもそうやってプレゼント送ってんのよ。ありがとうね、みんな。よちよちよち。よちよちじゃねえし、嬉しいくせにそういうこと言っちゃって、もう一生言わねえ。アイドル好きな友達にあやかちゃんのことを紹介した。大人っぽくて可愛いと褒めてくれました。え、嬉しい。大人っぽくて可愛いってもう全部褒め言葉やん。嬉しい。郵便局どうしよう。徒歩30分とかだったらどうしよう。家の周り歩ったことないから分からない家の周りは本当に歩いたことない。歩いたことあるけど、近くのスーパーかコンビニ駅の近く、駅行かないな。駅マジで使う。郵便局ってでも大体あるよね。今調べられるよ。速達ってお金かかるのかな。かかるのか。まあいいんだけど、間に合えばいいんだけどね。なんかさ、ピアスのどこが痛い。最近ピアスをそんなつけてないから痛いっていうか痒い、痛がゆい。
でも私さ、肌普通に綺麗じゃない？自分で言うのもあれだけど、すっぴんでも普通に肌綺麗じゃない？顔とか可愛いとかを置いといて、まだ肌はまだニキビあるけど、豆があるんだよ。ここ、ノブトラの公開がね、あの映画に出させていただくんですけど、もう撮り終わったんですけど、はるか昔の2年前くらいになんですけどそう、 10月の21だっけに、そうなの？嬉しい。しかもなんか最初は山梨だけで上映かなっていう、そのノブトラ、武田信玄の、武田信玄さんの子供の やつで、ノブトラっていう映画に出させていただくんですけども、お父さんやお父さんですね、ノブトラさんは。そう、でも本当は山梨だから、山梨だけかなっていう、ちょっとわからないって感じだったんですけど、なんか全国放送、全国上映されるらしくて、で最初は山梨で公開されて全国公開もするっていう。嬉しいよね、嬉しい。私女優さんだ、成友彩香女優になる。でなんか予告動画が載ってたから見たんですけど、私もう載っててこうやって済ましてた。誰やって思ったけど、私はわかるじゃん自分の。だからでもなんかすごい、自分が思ったより予告からめっちゃ渋くてびっくりした。前売り券発売してるって。ショールーム終わったら予告見てきます。私も SNS に流そうかなと思ってます。そうそうそう、全然さ、ツイッターを見てなかったから、さっき見て、いや読んなきゃと思って。
なのでぜひ見てください。じゃあ30分やったら終わろうかなと思ったんだけど、もう30分やったのかな。もうちょっと、あとはじゃあもうちょっとします。2000人いったらにしようかな。一緒に映画見たいね。見たいね、みんなでね。じゃあギフト投げた人でも読もうかな。てん。マーハンさん、ワイマツさん、刀剣太郎くん。ノブさん、ウェイトッチ、ラブイチゴちゃん、ヒロカンブリさん、ナハハンさん。かっちゃん、キャプテンアクアさんです。舞台挨拶ってどこ？あ、山梨か。遠い？あ、そうだよね、みんな。この辺。東京都？人は遠いよね。ね、でもさ、東京で舞台挨拶あったらすごい。すごいよね。すごい人。めっちゃ私寝起きみたいな顔してる。もう本当に嫌だ、アイドルみたいじゃない。これでも踊って歌で歌えるアイドル兼女優もやった二人ともです。ということでこのコロコロをしてます。昔に買った美容液コロコロ、グラビアも期待しててね。48タイムズの企画は全部は決まってないけど、なんかヒアリングはした。ここからこれがねコロコロになってて美容液が出てくるんですけど、これが気持ちいいんですよ。これこうやってテレビ見ながらいつもこうやってマッサージをして流してますからね、リンパを。気持ちいいですよ、こうやってほうれん線とか送ってやったりして。最近あやかちゃんの夜の配信見るの、寝る前の日課になってる。嬉しい。私がね
皆さんの日課になってくれてることがとてもとても誇りでございます。ありがとう。かゆい。例えばね、みんなに相談なんだけど、どういうグラビアをしてほしい？こうまだ全部決まってないんだよ。例えば私思いついたのが、なんか自分の趣味と混合させたら、なんかその趣味に乗っかってくるファンの人もいるし、そのグラビアで乗っかってくれる人もいるし、相乗効果かなと思ったので、何かなと思ったんだけど、よく趣味はとか好きなこと何って聞かれたら、まあ、最近サウナとか温泉と答えてるんだよね。でもそういうサウナとか温泉って結構今こう話題になってきてる。テントサウナとか流行ってて、男の人もすごい好きな話題だから、なんかね、サウナで水着でグラビアはどうかなって思ったんですけど、どうですか？サウナとか温泉で温泉グラビアって今までなくないですか？エイトで。サウナなぁ、行きたいな。怖いな、でもコロナかな。砂風呂はちょっと行ったことないもんやかも。温泉も本当に全然行ってないよ。砂風呂？なんかでも私服グラビアとかもやりたいなって思う。でも大人可愛いグラビアも見たい。大人可愛いグラビアかって言うとどういう感じだろう。コスプレのグラビアいつでもできんやん。いつもコスプレしてんじゃん、ショールームで。コスプレは一旦置いとこう。まあっていう感じで、とりあえず読みますね。1位のぶさん、2位かっちゃん、3位なはんはん、4位ひろかんぶりさん、5位上とっち、6位ピアノマンさん、7位ピータさん、8位つばまなあゆちゃん、9位ラブいちごちゃん、10位ワイマツさん、11位刀剣太郎くん、12位キャプテンアクアさん、13位あやちゃんです。みんないつもありがとう。ではちょうどもう30分くらい経ったと思うので終わろうかと思うんですけど、いつも見てくれてありがとうございます。それではバイバイ、お風呂入ってきます。